近畿大学は来月開設する情報学部のキャンパスを公開しました。オンライン授業を受けるオンデマンドサロンや e スポーツイベントを開催できるアリーナなど国内最高クラスの設備を備えています。学部長には家庭用ゲーム機プレイステーションの生みの親として知られる元ソニーのくたらぎ健氏が就任します。私が一番楽しいのは若い子たちが好奇心を持って接してくれることなんですよね。未来はどういうふうになるんだろうとかっていうそういうなんだ雑談ですよね。実はそこから学びが始まると思うんですよ。